ホスピスとは、終末期患者の痛みや症状の緩和に焦点を当て、人生の終わりに、彼らの感情的及び精神的なニーズに対処することに焦点を当てた医療の一種である。ホスピスケアは、痛みや苦しみを軽減することにより、快適さと生活の質を優先する。ホスピスケアは、困難な可能性がある、より多くの症状を引き起こす、可能性が高い、または、 患者の目標に沿っていない延命措置に焦点を当てた治療に変わるものでもある。米国のホスピスケアはメディケアシステムと他の健康保険会社の観光によって大きく定義されている。これらの保険は6ヶ月以内と推定される末期疾患の患者の入院患者または在宅ホスピスケアを対象としている。メディケア、ホスピス給付に基づくホスピスケアでは病気が 通常の経過をたどった場合の余命が6ヶ月未満であると推定する二人の医師による文書が必要となる。ホスピスの特典には終末期ケアを専門とする修学的治療チームへのアクセスが含まれ自宅、長期ケア施設または病院でアクセスできる。米国以外ではこの用語は主にそのようなケアを専門とする特定の建物、 または期間に関連する傾向がある。このような施設も同様にほとんどの場合終末期にケアを提供するが他の緩和ケアが必要な患者も利用できる場合がある。ホスピスケアには患者の家族が起こっていることに対処するのを助け患者を自宅に止めるためのケアとサポートを提供するための支援が含まれる。ホスピスケアの目標は快適さ、生活の質、 個人の希望を優先することである。快適さをどのように定義するかは、各個人、または患者が機能不全の場合は、患者の家族による。これには、身体的、感情的、精神的及び、または社会的ニーズに対処することが含まれる。ホスピスケアでは、患者主導の目標が不可欠であり、ケア全体に織り込まれている。ホスピスは通常、 病気の診断や治癒を目的とした治療を行わないが、死を早める治療も行わない。代わりに、ホスピスは、痛みや症状を緩和する緩和ケアに重点を置いている。ホスピスという言葉は、ラテン語のハースピットムに由来し、ホスピタリティや、休息の場、病気や疲れた人を保護する場所を意味している。歴史家は、最初のホスピスは1065年頃に、 マルタで始まり、聖地を行き来する途中で、病気や死にゆく人の世話をすることに従事したと考えている。1990年代のヨーロッパ十字軍運動の対等により、富士の病の患者は治療専用の場所に移された。その意味で、巡礼者の宿とも言われる。14世紀初頭、西洋羽根騎士団により、ロードス島に最初のホスピスが開設された。ホスピスは、 中世には栄えるが、しかし宗教的な騎士団が枝分かれしていくにつれて衰退していく。ホスピスは17世紀にフランスでセイヴィンセンシュオアパウロの愛徳姉妹会によって復活した。フランスではホスピス分野での発展が続いた。1843年にオープンしたジャンヌ・ガルニエによって1843年に 設立されたアソシエーションデダムデュカルベールのホスピス、その後1900年にはさらに6カ所のホスピスが誕生したシックスアザーハースピセスフォロドビフォー1900。一方、他の地域でもホスピスは広がっていく。イギリスでは19世紀の半ば終末期の疾患の必要に注意が向けられるようになり、ランセットやブリティッシュメディカルジャーナルは 良いケアや衛生状態により終末期の疾患の改善の必要性を指摘した。そこで不十分な施設を是正するための措置が講じられ、ロンドンにフリーデンハイムが開設され、1892年までに結核で死の床にある患者のために35のベッドが提供された。1905年までに、さらにロイヤルトリニティホスピスを含め4つのホスピスがロンドンに、 設立されたロイヤルトリニティホスピスは、1891年に、聖公会の姉妹団のマザーである、クララマリアホールによって設立され、1896年にイーストグリーンステッドの、セントマーガレット教会に引き継がれた。オーストラリアでも、アデレードの富士の病の人たちのホームこと、ジュリア・ファー・センタ、平和のホーム、シドニーの死に行く人のための平和の英国国教会の、 ホームなど著名なホスピスがあり、活発なホスピス運動が展開されている。ニューヨーク市では1899年に富士の癌の救済のためのメシス会がセントローズホスピスを開設し、すぐに他の都市の6カ所に拡大した。ホスピスの初期の発展において、より影響力の大きかったのはアイルランド、ダブリンのハロルドクロスに、 マザーメアリエーケンヘッドの末期がん患者などのためのホスピス解説が日本で最初である。両病院は1990年4月25日に日本で初めて緩和ケア病棟として承認を受けている。日本で完全独立型のホスピスとして初めて完成したのは日本財団などの支援を受けて設立されたピースハウス病院である。従来、 ホスピスの開設は主に民間の医療機関等が行ってきたが公的な機関も開設に乗り出すようになっている。日本で最初の国立のホスピスが1987年に千葉県の国立療養所松戸病院に開設され、その後全国各地の国公立病院にホスピス開設の動きが広がっている。ガン及びエイズ等により治癒が難しくなった患者を対象としている。 入院費は公的医療保険が適用され、高額療養費制度も受けられる。設置基準で病室の半数は無差額でなければならないと定められている。一般的にホスピスを分類するとすれば、以下の5種類ほどに分類できる。病院内病棟型病院内独立型、完全独立型病院内緩和ケアチーム、在宅ホスピスホスピスケアには、医師や看護師、 薬剤師だけでなく、歯科衛生師、作業療法師などの医療職や医療ソーシャルワーカー、ヘルパーなどの福祉職とスピリチュアルケアを担当する宗教家。例えば、キリスト教系の病院では、チャプレンなどの多くの職種がチームを組んで関わる。そのチームの中には、ボランティアも含まれる。ボランティアの活動は多岐にわたり、行事の手伝い、散歩の付き添い、お茶配り、庭園整備、 話し相手、買い物、運営募金集めのバザー活動など資格がなくてもできることが主体となる。活動の主は雑用的なことであるが、専門職が患者のケアに注力できるように、ホスピス全体を下支えすることも、最終的には患者のためになるという意識のもとに活動しているボランティアも多い。医療知識や接遇などの専門的なトレーニングを受けた後に、 病棟内で活動することが一般的である。医療側でもなく患者側でもない存在が、時には患者にとって安らげる存在となることもある。日本で唯一のホスピスボランティアを専門に行う学生サークル、マナの会が精霊クリストファー大学にあり、看護学生が中心となり精霊味方原病院にて、週末に活動を行っている。ABC マーシャル、 キャサリン、ヘル、デボラ、アンダースタンディングホスピス。ホームヘルスケアナウ35、396、397、ドイ、10.1097、n h 零零00000000572、000 0000 0000 00一瞬シ千三2374から4529、プミド2865372、スザンヌメイヤーズ、エンド・オブ・ライフ・ケア。 N2 インフォメーション、2017年11月10日、閲覧。キルパトリック、アンオズボーン・ジェームズ・ A ・ジョンソン、ハンドブック・オブ・ヘルス・アドミニストレーション・アンド・ポリシー、CRC、プレス、P376、ISBN 9780824702212E、AB、ザヒ e トリーオブホスピスナーシングユーコ u スクールオブナ o n ング二千二十一2021年6月2日。 閲覧。モスクロップ、ジャネット、ロビンズ、ジョイ、ケアリングフォーザダイイングペーシエントザファミリー、スプリンガー、P246、ISBN 978から1から489933768、https 48コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、ID= グクドケイフバッジ&、Q= イコールファーストハースピセスプラス 1065&、 ピコグラムイコール p a 二百四十六エラー。日付が正しく記入されていません。A.B. ロビンズ、ジョイ、ヘアリング・フォー・ザ・ダイイング・ペーシエントアンドザ・ファミリー、テイラーアンドフランシス、p 百三十八 ISPNK から06から三十一万八千二百四十九から一コナー、スティーブン・ R。 ホスピス、プラクティス、ピットフォールズ、アンドプロミス、テイラーフランシス、P4、ISBN1 から560325135、HTTPS、アーカイブ、ORG、ディテールズ、ハースピスプラクテセップ000 00、ページ、4ABCDE コナー、5ABCDE ルイス、ミルトン・ジェームズ、メディシンケアオブザ・ダイング、 A モダンヒストリー、オックスフォードユニバーシティプレス US, P20, ISBN 978から0から19から517,548から 6ABC l e w 21URL イコール h t t p s d i s c o v e r y n a t i o n a l a r c h i v e s g o v UK, Details, R, 9,5598,733から 1A31 から41ビットナノ B715 から 2F726,462D973 ハットルイス23から25ルイス22から23フォーリーキャスリーン M ヘルベルトヘンジンザケースアゲンストアシステッドスーサイドフォーザライトツーエンドオブライフケア ジャフープレス、P281、ISBN0 から801867924、HTTPS 80、アーカイブ、ORG、ディテールズ、キャシーケインシュタシスに潜入せ、ページ、281ABC プアー、ベリンダ・ゲール・ P、ポイリア、エンド・オブ・ナイフ・ナーシング・ケア、ボストン・トロント、 ジョーンズバートレット P121ISBN0763714216HTTPS アーカイブ ORG ディテールズエンドオフライフナッシング 000, 000プアーページ121デビッド・クラークトータル・ペインザ・ワーク・オブ・シシリーサンダース・ザ・ホスピス・ムーブメント APS ・ブレティン102011年2月24日時点における アーカイブ。エラー、アーカイブデートイコールを指定した場合、アークアイバールイコールの指定が必要です。h t t p w w w a m p n s o c o r g p u b b ン r e t シ n j u l 0 0 h i s t 1 h t m 2 0 0 9年6月22日閲覧 ディスピルダー2014、A.B. スプラット、ジョン・ストリクリン・ロンダ・エル・ハーディー・ロバート e ・ E., ホイ、ホーム・ヘルス・ケア、プリンシプルズ・プラクテセス、CRC ・プレス、P147、ISBN1 から88万4015から93、X ・ハット・ルインソン、サンドラ・ビー、エレノア・クローン・ハーマン、キャプチリング・ナーシング・ヒストリー、スプリンガー・パブリッシング・カンパニー、 t51isbn9780826115669 サリバンパトリシアフローレンス・エスワルド 91US ホスピスパイオニアザワシントンポストノーベンバー13 2008アクセストノーベンバー13 2008ザテンネッセアンフロムナッシュビルテネシーページ80ニュースペーパーズ .com 2016年4月22日閲覧 ブルーズ、アンジー・ザーベク、ジョイス、ホスピスパリーティブ・ナーシング・ケア、グラドストラトン、ピアニッシモ、84-85、ISBN0 から808915-770、A.B. リード、クリストファー、エリザベート・キューブラー、ロス、サイクイトリスト、フー・アイデンティファイド・ファイブ・ステージズ・オブ・ダイイング、ディナイアル、アンガー、バーゲニング、デプレッションアクセプタンス、ザ・ガーディアン、 ハット・サンダース、シシリー・エム、デビット・クラーク、シシリー・サンダース、ファウンダー・オブ・ザ・ホスピス・ムーブメント、セレクテッド・レターズ1959から1999、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、P283、ISBN0 から19から85万6969から、ロック・エビ・ニューマン、ローラ・ジョザフィナ、バウティスタ・マグノ、BMJ、 British Medical Journal 327-753-DOI-10.1136-BMJ-327.7417-753-PMC 20824https www.ncbi.nlm.nih.gov pmc articles スラッシュ pmc200824 スラッシュザットビジョンフールドバイハードライブアンドグリッティディターミネーションレッドツーザインターナショナルホスピスインスティチュートスーンツーメタモルフォーゼイントゥーザインターナショナルホスピス Institute and colleges a the need for education and training became recognized and finally into today's International Association for Hospice and Paliative l Care e a r b o o k history International Association for Hospice and Paliative l Care 2009年2月21日閲覧 Standards for Paliative l Care Provision インターナショナルアソシエーション・フォ a t ス・ o n for h o s p i c 2009年2月21日閲覧。コナー、スティーブン、ホスピスパリティブケア、ザ・エッセンシャルガイド、CRC プレス、P202、ISBN 9780415993562コナー、201、ビリットラゴマルシノ、A、ホスピスパリティブケア、A コンパリソン、PBS テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。AB、日本で緩和ケアは、どのように受容され、発展したのか。エピロギ、2020年3月18日閲覧。ありがとうございます。